皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプライです。ミックです。ヒーローズアリーナをご紹介したいと思います。はい。ゲームです。はい。もう見て分かる通りゲームです。いきましょう。もうですね、ゲームを起動して名前を入力したらいきなり新しいヒーローを獲得しました。はい、アドミラル。強そう。右手に剣、左手に銃。チュートリアルビギナー。リーダー、私はリナです。リナです。お願いします。海賊のゲーム。なのかい？いっぱいヒーローがいるんでしょうね。あー、おー、あー、いろいろしてなんかもうイングリッシュでたくさん話してる。左で移動、右で特殊効果、タップアイコン、はいはい、マーセナリーソード、移動するには指を左スティックで、うんうんうん、はい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 、で剣のアイコンをタップして基本攻撃だと、テキテキテキ、おお、おお、いいじゃんいいじゃん、滑らかで、なんだスキルが追加されたのね。お、え、撃った、銃だ、またさらにスキルが追加されたのね。マシンガンだなこれ、きっと。あ、違う、魔法だ。複数体に当たるんですね。どん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 スキル、ああ移動しながら攻撃する。滑らかっすね。滑らか、多分これが最後のスキル。すごい、スキルを覚えるの大変だな、この状況に合わせてこうスキルを。今度は敵のジェネレーターを倒してバトルに勝ちましょう。ジェネレーターとはこの奥のでかいこの赤いやつだ。あいつか、これが倒し、あれ、あ、こいつら仲間、仲間っすね。はい、んこれ G、 あれ、ん、一回選んで敵も選ばなきゃいけないじゃないですかね。スキルは敵選ぶ、敵選べないよ。ん、ん、通常攻撃ですね。倒したわかんない、このジェネレーターにはスキル効かないのかもしれない。ビクトリー、ビクトリー、あれ、私攻撃入ってた、はい入ってましたね。え、入ってた、マジ。お、でも基本はバッチリ、ありがとうございます。あ、もうそれだけチュートリアル、バトルをさガンガン行くぜ。え、マッチってどういうこと。あ、え、え、10人、10分の1、ん、ん、マックスマン、なるほど、はいはいはい、まあスキルのね情報が見れますよと。これが移動速度を2秒間 20% アップ。あれ、いろんな人が入ってきてる、いろんな人が入ってきてる。あ、始まっちゃった。5対5になった。頑張ってください。やばいやばい、頑張ってください。え、これリアル人、味方はどうなんすかね。ああ、なるほどなるほど、フィールドがあって3箇所から攻めれる、モバってことですね、いわゆる。先生ちょっといいですか、ジャンルとしては。はい、みんなもうもう結構散らばってますね。まあ好きなとこ行きましょう。3つ、あの上か真ん中か、よし、左、まあ、真ん中行きましょう。マックス村井、足引っ張らない、であのプラスを押すと、そうですね、スキルが獲得できるんで。マックス村井、足引っ張らない、どうなんだろうなこれ。みんなのために、あれあれ、なんかやばい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 、そうですね、近くに来たやつは、ああ、やっつけましょう。もう通常攻撃、やったやったやった、いいね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 。マックスの足引っ張らない、足引っ張らない、でもちょっと真相じゃないこれ、大丈夫、行きましょう行きましょう、こっち2対1なんで、マジ行っちゃう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 行きましょう行きましょう行きましょう、赤いのが、行け行け行け、俺俺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 、この赤い敵を倒すと自分のレベルが、やばい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 、あ、お、あいつが、そうですね、あれを縦に、あの兵隊が、あれを縦に、あの兵隊が今攻撃かかってる、スキル当たってますね、大丈夫ですよ。いいよ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 。さあ HP を。ああ、やばい。ちょっと待って。もう遠距離でやられましたね。あ、しかも味方逃げてったね今ね。逃げましたね。お、これちょっと真ん中助けに行った方がいいですね、また。私、あ、生き返った。よっしゃ、はい、行くぜ、真ん中行くぜ真ん中。真ん中行きましょう。おお、兵士たちがどん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 攻めていってる。なるほど。あれ、味方が今敵をキルしたね。そうですね、そういうことですね。素晴らしい素晴らしい。あ、やばい。あ、キルされた今、大丈夫。あー強い攻撃が、もうゲームあれを縦にしながら、HP が一気に、あれを縦にしながら、で右上の、あ、そうか、そう、装備買わないといけないですね皆さん。右上の装備を押して、この光ってる四角のやつ押せます。光ってる右の買った、あ、買いました、ね、おお、そういうことか、なるほど。
だこの雑魚敵を倒してお金を貯めてまた新しいアイテムを買ってみたいな、はい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 、はい、まあ、どんどんそう成長させていく感じですね。私はこの塔を何とかしたいです。行きましょう行きましょう。この塔を何とかしたいです。あ、折れそうですね塔。やったー、いいですね。一旦引きますかこれ。あ、いけるんじゃないですかこれ。2対1、2対1。いけいけいけ。なんか反攻撃っぽくないこれ。いや、いけ、体力的に勝ってるんで行きましょうもん。あ、じゃあ行く。攻める。あ、いいぞ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 。スキルも押していきましょう。やばいやばいやばい。スキルも。あ、ごめんね。私がドンくさくて。ドンくさくてごめんね。ドンくさくて。ドンくさくてごめんね。いやいや、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですかでも。おりゃ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 。あー、そう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 。多分一番上のスキルが多分一番強いんですよ。なんでそれがプラス出てきたら、それ、もうそこで。ヤン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 、危ない。一旦引いてその雑魚敵を倒しましょう。マーさんマーさんマーさんが盾になって、あーこれ、まあ、2人やばいやばいやばい、いやちょっと危ないな、危ない危ない危ない、ごめんね、ヘタレでごめんね、ヘタレでごめんねごめんね、うろちょろしててごめんね。あー気絶、あ、強い。これはやばいですね。これ引いた方がいいですね。やばいやばいやばい。行きましょう。やばいやばい。引き、頑張れ頑張れ。マーソン、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 あ、なんとか助かった。そこの後ろまで引けば多分、あの塔が。回復は回復は回復は陣地に戻ればいいんで。なるほど。ここ陣地ここ陣地、もうちょっと奥っすね。陣地に戻るボタンみたいなのは何あるのかな。ここ陣地、はい。あ、もっと奥っすね。もっと奥、はい、もっと奥。そう、多分下に3つボタンあるじゃないですか。多分それのどれかで戻れるはずですね。なるほど。まあまあ、もっと下がりましょうか。多分もっとですね、まあ、ここか、はいはい、はい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 。え、でもなんかみんなが強いのかな。いやでも結構いい感じだと思いますね。今装備買いました。はい、イエーイ、いや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 、これでスキルが全部揃いましたね。やった。え、よくない、なかなかよくない、なかなかいいんじゃない、なかなかいいんじゃない。まあ結構攻めてます。右、それでいうと右のレーンが結構押しで押せな感じなんで、ここを守りたいですね、この塔。この塔、行きましょう行きましょう、行きましょう、行きましょう、必殺技。おりゃおりゃおりゃ、全開放全開放。はははは。こいつはザコか。ザコですね。名前がついてるやつが多分普通のプレイヤーです、ね。マーさん頑張ろうぜ。うね、また一緒になったら二人でこれ。これマーさんなんで逃げるんだよマーさん。そうですね、あのこっちの味方を盾にしながら、そうですね、あの塔からの攻撃を受けないようにして。オーケー、だん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 分かってきた。はい、うわー、またあいつだー。一旦下がりましょう。一旦下がりましょう。ただこれマーさん強いんで。いいじゃんこれ。分かりやすいやつでも。スキルで裏に回ってしまった。やめちゃう。超スキルで。スキルでだいぶ遠くまで飛んでしまった。あ、画面上にあるのね。そのあと何秒で生き返れるよってやつが。あ、そうですね。勝てよ勝てよ、ほら。8秒、7秒。なんか装備の買い方分かりやすいね。うんうん、いいですね。あれ、マーさんも死んでるじゃん。真ん中これ塔折られますねこれ。ダメ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 、塔折られちゃダメ。そうか、私とマーさんが真ん中を死守してるから今右と左ガンガン進める方で。いやもうそうですね。みんな私とマーさんに感謝だぞ。あいっぽー、あ、いいっすねいいっすよ、いいっすねいいっすね。スキルもうどんどん使っていきましょう。うわー、いきますいきます。あ、まさこれキル取ったんだよ。だー、あー、いいですね。お、やった、ダブルキルですよ。お、やった、やった、ダブルキル、私でもできた。え、素晴らしい。だー、いいじゃん。ただちょっと死にかけてね、私大丈夫。まあまあまあ、敵が来たら引きましょう。すごいなこれ、自分でここまでバンバン操作できて、何を買うかもすごく分かりやすい。やーん、迷わないですよね。迷わない、もう順番に教えてくれる、超優しい。さあこれもう敵の拠点の目の前なんで、敵がめっちゃ集まってきますね。ごめんね、一回帰る。あ、いいですねいいですね。先手を打つよ先手を。早く帰れ早く帰れ早く帰れ。結構長いですね、はい、この帰るので回復して、そうです、ね、回復早い。オッケー、素晴らしい、行きます。どっかと誰かと合流した方がいいですね。あ、いいですねいいですね、かなりダメージ出てますね。あ、いいですねいいですね。このタイマンスも村井さん、タイマンスタイマンスタイマンタイマンスタイマンス、ほらタイマンス、ほら来い、タイマンス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 過ぎやしないかい。タイマンス過ぎやしないかい。スキルを、スキルを、村井さんスキルで勝てます勝てます勝てます。いけいけ、届かない届かない。 あと一発だった、あと一発だった。やばい、なんか、あー、ターゲットされた。あの上のマップのなんかちょっとなんか怪物のマークついてるやつがちょっと気になりますね。あのピンクのやつか、ちょっと死亡フラグじゃないですか、大丈夫。こいつこれ何なんですかね。ん、
よくわからんけど倒していくって。はい、いきます。あ、ちょっときついっすねだいぶきついっすねこれ。ちょっと、ま、負けますねこれ。ちくしょう、ちょっと削ったの。あ、でもどうなんすか、あれ倒したらどうなんだろうな。ちょっと味方になるのかな。ちょっと削ったのによう。確かに。でも最終局面でもう攻め込んでるからさ、ね、これ私も見たいよねそうですね、自分だけ関係ない局面。いやあ、やばい、やーやめて、合流を心から願っている。いいですね、まーさんいいっす。はい、行きましょう、行きましょう。ほらやっぱ一番上のスキルが一番強いですね。あ、やばいやばい。あ、ジェネレーターでしたっけ、あれから攻撃受けてましたね。ちくしょう。まあ、これはあれですね、村井さんが復活する前にもしかしたら勝負ついちゃう、勝負ついちゃう可能性はありますね。待ってろみんな、マーさんがね結構強いですね。私がたどり着くまで待ってくれ、私がたどり着くまで。さあさあさあ、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 終わっちゃったいや、ビクトリーですね。これめっちゃおもろいやん。おめでとうございます。結果ブロンズ3、星を1つ獲得しました。結構サクサク遊べますね、うん、1試合が結構今10分かかってないぐらいか。しかも私でもこんなにやれたよ。そうですね、村井さん3キルですね。あれみんな13とかまさか13キルしますけども。そうですね、まあデスが多いのは村井さんですね。まあでも初めてで3キル5ですって、まあでもなかなか悪くないよね。やってる方じゃないですか、強し。やれてる方じゃないですか、ね、1回もかかんかったね。いや負けてないですね、強し。すごい MVP って書いてますね。強しは強しってやつやね。そういうことですね、うん、だからやっぱコンピューターじゃなさそうでしたよね。明らか人明らかに人でしたよね。勝利のチェストはアンロックに。これまた新しいヒーローが手に入ったりするんじゃないですか、もしかして。あ、そういうこと、そういうこと。さてはゴールド、あーゴールドで買ったりするのかな、ヒーローは。村瀬さん多分今1体しか使えないんですけど。あー、さっきのあれね。なんかルーン、ルーンはなんだ、レベルアップするたびにルーンがアンロックできます。ルーンは特定のヒーローの特性を拡張しより素晴らしいもの。なるほどね。でやり込めばやり込むほど同じヒーローでも強くなるってことですね。え、それいいな、強くなりたい。デイリークエスト、あーさっきのねゴールドとかルーンをこうレベルアップ。レベル上がった。ダイヤモンド、クレンズ、弱める、協定、うん、どんどんもらっちゃおう。あ、なんかショップとかちょっと見てもらっていいですか、下のニューついてるそのここ、はい、カート。おー、あ、やっぱヒーローが買えますね、ヒーローが。あ、すべてどんだけいるんですか。あ、めっちゃいますね、めっちゃいますね。え、めっちゃいます、ね、いる2,30 いますね。え、私ルーセントとアドミラル2体持ってるんですね。2体持ってる。でこれをまあゴールドか多分ダイヤモンドで買うってことでしょうね。ってことや。はあ。キメラ。ああ悪そう。だからまあなかなかねこう自分に合ったヒーロー探すの大変そうですけど、でもいろいろ使ってみたいですよね。使ってみたい。バトルすごい誘われてる。ミックスやる？あ、やりましょう。どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。なんかね分かりやすい。とにかく分かりやすい。どれから強くしたらいいかが超わかりやすい。あ、これいいですね。これ待機中にこういろいろ見れるんですね。これ今マッチング待機してるんですけど、その間にこうルーンをね、ほう、拡張したりとか。拡張しちゃって。あ、始まった。あ、いいですね。マッチングスムーズですね。素晴らしい。で今結構面白いなこれ。いいですよ ね結構サクサク。なんか遊べちゃうんで。鳥が2人。無料期間限定で無料で遊べますね。森さんたくさん選べる。お友達が選ぶと選べないんで。なるほど、かぶれない。はい、戦車かわいいのにしましょうか。あ、購入しないといけないんだ。あ、これしかダメですよ、うん、期間限定無料のところ。なるほど、メイこれいきましょう。これいいじゃん、これいいじゃん、これいきましょう。超かわいい。さあ始まりました。これは僕のこの使ってるウィンターウィッチはどうなんですかね。遠距離系のもうとにかくスキルガンガン解放していくしかないですね。じゃあまた僕も真ん中行きましょうかね。まあみんながねこう多分バランスよく行った方がいいと思うんで。あ、始まりました。おー、来た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 。いや、じゃあ最後もういきなり
はい、画面右上のやつ変えるんですね。ああなるほど。じゃあこっちの青いのに行きましょう。あ、みんながねこうどこに行くか悩んでますね。ここ端行きましょう。ふんふん。あ、え、何？なんかチャットみたいなことができるのかな。これ？あ、すごい。おお。ヒタチさんですよ今度。ヒタチさん、あ、これまた強いな。え、なんでこんな黒のこれ。あ、でももうレベル4っすね。向こうレベル4っすねこれ。ちょっとレベルが4で3、3。あ、真ん中3人しかも。ヒタチさん頑張れ。ヒタチさん涙ぐましい。涙ぐましい。あ、でもこっちもあの回転する。あの回転野郎強いな。変えるよ右上。いや、そうですね。変えましょう。ありがとうございます。いやいや全然です。さあ真ん中、やっぱ真ん中大事ですね。真ん中を押しましょう。真ん中が今攻防が激しめですね、はい、プレイヤーたちが集結してる。これ何なんだろうな。でもあのブン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 とかでさやられたらもう一網打尽ですって。コッパみじんされますよ私たち。あれ仲間じゃん。仲間っすね。仲間にもブンブンがいたよ。うわ強い。今ジャンプした。これいきましょう。多分敵のスキルに当たって多分。あ、ピョーンって跳ねた。変えますよ、変えますよ。変えますね、変えましょう。あー、強いな。うわお願いお願い。あー、まあでも今の多分ヒルも取れたんでこっち。いや、これ勝てますね。あ、やっぱこれ結構レベル差あると勝てますね。今ミックスさんは何レベル？僕4かな。意外と上がってんの。5か4ですね。ただちょっとキルが取れてない5ですね。おお、いいっすね、いいっすね。なんとかキルをゲットしたいですね。てかもう左下ガラキっすね。ああ、左下来てるな。一体来てますね。あれちょっと行きましょうか。僕1対1でやれる。あ、むしろこいつはこれちょっとやります。グワ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 、なんなんや。まあ普通にこれを勝ってレベル上げするみたいな感じなんじゃないですかね。もう死にますね。はい、いいじゃん。はい、お金もねゲットできるんで、これなんか強そうっすね。これちょっと手出すのやめましょうか。でも赤いからさ、同じ陣営なんじゃないのあれは。いやでも攻撃多分できると思いますね。回復は取っとく。回復は取っときましょう。あ、いた、取りましたね。うわー、ね、いやただこれを背にすれば回復しとく。ちょっと回復取っときましょうか。これが回復、どんぐらい回復するんやこれ。メモリー、ああー、徐々にね。あ、いいじゃん、いいっすね。え、すごいねあれ、どこまででも回復するのかな。確かになんかダメージ受けるまでは。はいはいはい。あ、やばい、結構食らってる。そうですよ、意外と草むら2枚、意外と食らってますよ。画面が赤くなってますよ。MTP 来ました、MTP。 怖いですね、でも。あー、すごいとこから今スケルトン見てた。勝ってんじゃないの、でも全体的には。あー、うわー、塔やられた。さっきの MTP だよ、MTP。 いや、これは勝てますね、これは勝てますね。勝てる、これは勝てる、これは勝てる。やれ、やれ、やれきれ、やれきれ、逃がすな、逃がすな。これなんだろうな。あ、やばいやばい、あ、味方だった。あー、よかったよかったよかった。いいねいいねいいね、コンビネーションいいね。いや、来てる来てる来てる。サイレンス、こっちの味方かさ、同じキャラだとちょっと迷っちゃうね一瞬。いやでも結構これサクサク動きますね、こんなにみんないるのにね。あ、固まってる、凍らされてる。僕はこのいい回復、離れて離れて離れて。素晴らしい素晴らしい、いいですねこれ。やっぱみんないると心強い。やっぱ全員で集まっていこう。全員で集まって、まあ、5対5ですからね。あ、やった。オッケーオッケーオッケー。いい感じじゃない？いい感じですね。左上もこれあの赤いやつ倒しに行きましょう。拮抗してる拮抗してる。倒しに行きましょう。あ、レベルが。あれちょっと挟み撃ちにしたいですね。いいじゃんミックス。あ、キル取った。いい戦い、いい戦いしてる。あ、でもこれ真ん中また取られそうですね。いや、これ強いんだよな。レベル11になるのが関係ない。ガリガリ削ってくる。綺麗だな画面。あれをやりに行きましょう。なんか丸みがあっていいよね。いいっすね。マップに柔らかい。誰かの屍が、あれは仲間か。仲間っぽいっすね。なんか結構食らうんだよな。結構強い。
いや、やっぱり私このねパワープレス買わせてくれるあのシステムすげえ、はいはい、いいわ。あ、これ使ってんのこれだ。これで回復するのかな。あ、周りの人をね回復してくれるんだ。立派。召集してエレメントロードを何でやばい、真ん中行きましょう。これ真ん中で争いが、彼女必死ですよ、あのキャラ倒すのに。あーやばいな、これは大丈夫か、大丈夫か、はい、挟み撃ちしたとしてもやられそうやね。こうそうですね、ちょっと遠回りして、ただあの塔だけは守りたいですね。強いからなあ。あー惜しい、レベル14とか15。よっしゃ、いいね、いいね。あ、これあれだ、これ誰が氷漬け氷漬けになって HP を回復するみたいですね。今気づきました、自分か。これいけますね、これいけますね、これみんなで、みんなで、みんなで、いいね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 、一致団結してるよ。また MTP がいる、MTP が。ほら、あ、おーし、俺の、逃げて逃げて、みんなみんな逃げて。ほら、あ、やっとキルゲットしました、ね、押し切ったぞ。押し切りましたね、いけましたね、いけましたね、よくぞ今の攻防を制したね、はい、いけましたね。なんか押し込まれる流れだったもんね、これね、はい、向こうが今優勢だね、なんだかんだ。しまった、効率になっちゃった自分でこれね、押し間違えると。あ、でもこれいいっすよ、この僕の立ち位置いいっすよ。あーやばい、ちょっとね、ちょっとでもこう近づくとダメですね。いいじゃん、行こう行こう。あらら、前に出すぎた、前に出すぎた。ほら、わざかさかっこいいね。いいっすね、いいっすね、いいっすね。あーっと結構来られてる、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、結構来られてる。そんな来ないで、そんな来ないで、逃げ切った、逃げ切った、立派。いいね、わ、もうもう1回死んだらもう押し込まれますからね。今めっちゃ重要、はい、敵のスーパーミューエンが自分の陣地に入りますみたいなこと言うのかな。かなり、いや強えな、うわ、うわ強い、このもうこのアサシン強いっすね。ほぼ満タン近かった、 HP が一気にきますね、これ。あー、タワーが、タワーが、あ、タワーが、俺たちのタワーが、タワーが、俺たちのタワーが。そしてここで約30秒近い復活までのタイムの長さ。あ、一人ずつこう復活してった人から一人ずつこう、これはでも無理だな。いや、ちょっと無理そうですね、無理そうですね。キルがもう10も差がついてる。あ、あ、悲しい。お疲れ様でございます。いや、難しいですね、やっぱ魔法系はちょっとやっぱ使うのに癖が あと相性があるよね。氷漬けになってるのずっと敵のスキルだと思ってたらあれは氷漬けになってなんか HP を回復してたんで自分のスキルでしたね、ちょっと。さあ、いやでもこっちもな、13キル取ってた人いて結構頑張ってた。 あ、敵か、あれば13キルは。ミックスは僕ダメですね。1、7、10は多分1キル、1キル7です。10はアシストとかですかね。おー、はいはい、なるほどね。いやーすごいな。あー、なるほど、 4.9 とか 5.3 とかあれがポイントか。まあなんかそのまあ勝手にっていうかそのポイントを付けしてくれるんでしょうね、その活躍した人が。すげえわかりやすい、いいですよね、めっちゃいい。しかもこっから多分この国旗の下にあるプラスで友達も多分申請できるんですよ。おお、あ、え、これいろいろすごいですね。これビデオ保存とか、あ、本当だ。多分今の試合保存できるんですよ、多分。そういうことですよね。すげえな。データとかも見えますね。データってなんだろう。おお、すごい。全アウトプット、ヒーローダメージ、受け取ったダメージ。ああ。すごいな。へえ。あ、何を買ったかとかね。なるほどね。素晴らしい。いや結構、いや、めっちゃいいゲームだな。サクサク感がいいですね。はい、皆さん、今回ですね、私とミックスで交互にプレイしたゲーム、うん、ヒーローズアリーナというゲームでございます。あの概要欄にリンク入れておきます。ぜひとも遊んでみてください、はい。この動画の最初に、ヒーローをゲットするところから始まったと思うんですけど、あのアプリを起動して名前を入力するともうあの画面です、うん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 、
だからもういきなり遊べます。はい、あとチュートリアル簡単でしたね。簡単だった。サクッとバトルに行けて、あ、インストールした瞬間にオンラインで世界中の人と戦えます。結構すごい。皆さんぜひとも遊んでみてください。ダウンロードは概要欄のリンクから、はい、よろしくお願いします。では本日は以上です、はい、さよなら。